VTuber への権利侵害で、賠償金300万円超。5月25日、2時3時運営のエミーカラーが、当社所属ライバーに対するプライバシー権侵害行為への対応状況について、というプレスリリースを出しました。この件、ネット上での権利侵害について、少し良いニュースになるかもしれません。プレスリリースから重要な部分のみ引用します。この度、インターネット上にて、当社所属ライバーに対して権利侵害行為、プライバシー権侵害行為、を行った人物以下対象者の、発信者情報の開示請求が裁判所に認められ、対象者が損害賠償金を支払う旨の事談が成立したことを報告いたします。最近大手の VTuber 事務所が、誹謗中傷に対して積極的に法的措置を取っています。とても良いことだと思います。女性部位に必死で粘着してアンチ活動しているのって、クソキショイ狂人が多いですから、そういう方々は一度痛い目に遭わないとわからないでしょう。そしてここからが重要です。対象者は、特定のインターネット掲示板、対象となる著名人ごとに公開されたスレッドにおいて、ユーザーが投票、コメントを行うことができる機能を有した掲示板において、当社所属ライバーの氏名、要望等の個人情報を掲載する形で、当社所属ライバーのプライバシー権を侵害する行為を行ったため、当社所属ライバーが当事者となり、発信者情報開示請求訴訟を提起しておりました。対象となる著名人ごとに公開されたスレッドにおいて、ユーザーが投票、コメントを行うことができる機能を有した掲示板。言いたいとこのサイトのことやろな。すっとぼけ。これサイトの名前こそ出していないものの、明らかに好き嫌い .com のことを言っていますよね。ということはですよ、好き嫌い .com は開示できない、みたいな風潮が一部であったんですけど、なんと開示できるということになります。好き嫌い .com も安全地帯ではない、ということですね。ただまあこれに関しては、結構前から好き嫌い .com でも開示される、という話はあったので今更驚くことではないかもしれませんが、好き嫌い .com は謎が多くて、運営会社も不明、住所も不明です。そのため開示請求するにしても、誰を相手取って訴えを起こせばいいのかがわかりません。では好き嫌いで誹謗中傷されても、泣き寝入りするしかないのでしょうか。もろちんそんなことはありません。弁護士紹介によって運営会社の情報を、特定できる場合もあります。好き嫌いには日本企業の広告も多数出ているため、広告代理店などの関連企業は、好き嫌いの運営会社の情報を持っているはずです。契約をしていれば必ず持っているはず。なので広告代理店等に、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士紹介をすることで、運営会社が特定できます。2次3次の件が同様の方法で、運営会社を特定したのかどうかは不明ですが、好き嫌いでも普通に開示が通る、ということが今回の件で周知されれば、とても良いことですね。っていうか、こんな誹謗中傷サイトに、わざわざ広告を出している日本企業、ガチで大丈夫なんですかね。困惑、誹謗中傷サイトに養分を与えているようなものです。プレスリリースの続きから引用します。そして、同請求は裁判所に認められ、開示された対象者の発信者情報をもとに、対象者に対する損害賠償請求を行った結果、対象者が300万円以上の損害賠償金を支払う形で、示談が成立いたしました。ネットで他人の個人情報を書いて、開示されて特定されて、損害賠償300万円を支払うことになるとか、本当にシャレになっていません。というわけで皆様も、開示されにくそうなサイトだからといって、好き勝手書くのはやめましょうね。まあそんな馬鹿いないと思いますけども、最後までご視聴ありがとうございました。